はい、こんにちは。今回はね、日産のフィアル GZ の 300ZX です。これはまた懐かしいものでしてね。で、今はね、これなんですね。で、これはね、今ね、プレミアムのトミカなんかでもね、出てるんですが、まあ同じプレミアムで同じ車種出さないでくれと、まあ本音を言ってしまえば、そういうふうに、要するに何て言うんですかね、もともとプレミアムが出てたのはね、要するにトミカに、その通常のトミカにない車種を出すって言ってたわけなんですよ。ところがまあいつの間にやらね、昔出てたトミカを、再販で出しましたみたいな。あれはちょっとね、なんていうんですかね、いいことだと思いませんね。やはりプレミアムで出され、作ったんだったら、もうトミカにないし、トミカでは当時出てこなかった車種。それをどん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 増やしてほしいですね。昔あったトミカのやつをもう一度作りましょうっていうのは、やあれの、その考え方はね、あんまり納得いけるような考え方じゃないですね。もっとプレミアムにしか手に入りませんよっていう車種を作ってくれるといいですけどね。で、これは、平成元年、1980年登場した4代目フィアル GZ は、パフォーマンス、デザイン、そして内外装の質感に至るまで、すべてに要する高いレベルのスーパースポーツを目指した車だと。で、これは、1980年代半ばに日産自動車が捧げていた走行性能、特にシャーシー性能において実力ナンバーワンになることを目指したプリジョクト901の一環として誕生したもので、実際にエンジンから足回りに至るまであらゆるパフォーマンスが視覚的な向上を続けていた。で、エンジンは230馬力を誇る V 型6気筒 3000cc VG30D 型と同エンジンにツインターボを追加し、当時の日常規制いっぱいの 280PS を達成したと。で、VG30DETT 型の2種類を、特に5速 NT と4速 AT が組み合わされたボディに2シーター 2x2 の2タイプを設定されたが、ホイールベースが異なるため、シャーシーは別形となった。前席車の長さが上がっているため、2シーターでは給油口からディフェンダーの前、2x2 では後ろを維持するという変形も生まれている。で、4代目フィアル Z が発売されたのは、各社からスポーツカーが数多く登場した時期だった。で、クルクルクの中でもう特にデザイン性が高く、スポーツカーファンの注目を集めたボディは、これまでロングノーズ&ショートデッカーに転し、ワイド&ローが強行される3ナンバーサイズとなり、以後のスポーツカーデザインのトレンドを目指した。前後とも切り詰められたオーバーパンク、独自のスライド角ヘッドランプを持つフロントマスクなど、4代目フェアリー Z を特徴付けた各種のデザインには、CAD、コンピューターを用いる設計が利用された。しかし、その対象としてエンジンルームは非常に狭く、整備性は低かった。で、日本が後継権を空いていた時代に登場した4代目フェアリー Z は、絶大な人気と販売台数を誇り、10年以上にわたって長期生産されていた。しかし、そのモデル台数の間に、国内でのバブル崩壊、北米での保険料高騰などが発生し、次第に販売不振に陥ると、平成12年、2000年に販売中止、フェアリー Z シリーズ自体も販売が一時中断されることになったということですね。で、これは販売期間が平成元年の4月から平成12年の9月まで販売されていまして、車両型式が Z32 となっております。まあ、わかりやすいですね。で、生産台数が、これも希少ですね。64,844台です。もう、今にするとすごい希少な、台数でございました。で、今はね、一番これね、値段がお安くても、まあ、Z ですから高いですよ。300ZX の2シーター T バールーフ。これが345万円。で、一番お高い車でもですね、そうですね、これがありますな。コンバーチブル、488万円。値段が高かったでございますよ。で、これは、当時はコンバーチブルと言いまして、オープンカーの、まあ、なんて言うんですかね、オープンカーの、ツードアの、オープンカーがあったんですね。で、それが人気があって、まあ、次の、フィアル GZ が一時、製造中止になって復活したときに、またフィアル GZ が、こう、受け継がれていったんですけども、まあ、
この時に初めてフェアレディ Z としてまあオープンカーが出たということでね。だからある意味プレミアムがフェアレディ Z 出したんだったら、もうかつてフェアレディ Z これで出したわけだから、だったら同じものを同じ車種を作るって言うんだったら、じゃあコンバーチブルの方を作ってくれればいいのになと思ったんですけどね。なんでそこまで考えないんですかね。コンバーチブルのやつを作ればね、明らかにそれはまあ今ではそれは珍しいけども、でもあれトミカプレミアムでコンバーチブル出したら売れると思うんだけどね。そこまで考え方がいかないんだろうね。残念だね。だからこれはねなかなかいいですよ。でこういう風にね、テーバールーフがねこういう風にツヤンとついておりますし、こういう風に内装なんかもこういう風にね赤で、当時のね内装がこうよくできてて、なかなかねいい車でございましたよ。で、これは、中国製ですかね。中国製にはなってるんですが、まあ今値段も高くなっております。で今ね実車のねこういうスポーツカー、もうスーパーカーといっても過言ではないぐらいの車なんだけど、もうこういう車って今人気があって、特に海外から人気がすごいんですね。もうアメリカだとか、イギリスとか、まあアメリカの場合は25年規制、まあイギリスの場合は20年経つと、日本のまあ中古車を買えるようになるんですね。じゃないとそれを過ぎないと、それ日本の中古車買えないんですよ。なんでですかって言ったら、排気ガス規制っていうのがあってね、なあそれに引っかかってしまうからダメなんだと。でも矛盾してるんだよね。でもだからといって排気ガスがなんだこうだって言ったって、結局20年経てば25年経てば買えるじゃねえかとそしたら排気ガス規制しても意味がねえじゃねえかという話になるんですが、まあそういうことがあって、今どん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 こういう日本のかつていい車がどん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 海外に持ってかれちゃってるんですよ。だからもうこれはね、何としても自動車業界が危機感を抱かないと、これから出てくる新車がどんどん質が悪くなってくるよ。だからどん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 いい車が少なくなっちゃう。だからこれは情けないことですよ。だから何て言うんですかね、もう今こういうふうにね、実車がどん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 高騰化してきて、どんどん海外なんかで買われてってる現状を見ると、まああれですよね、もうトミカの話であっても、たとえそれがプレミアムであっても、もう製造中止になった途端にぐーんと人気がある上がっていく。でそして買う方たちもアメリカの方とか、ロシアの方とか中国の人とかイギリスの人とか、まあそういった人たちがの手にどん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 渡っていくでしょうね。そしたらやっぱり実車と同じように、日本人が買いにくくなってしまうというかね、まあ、そういうことだって決してありえないわけではないと思うんです。ですからまあ買えるうちに買っといた方がいいですよっていうことですよね。なるし最近ほらトミカの存在がイギリスとかアメリカでも広まってきましたからね。特にイギリスにトミカってないらしいですからね。だからもう本当はイギリスっていう国はないんだけど、エゲレスって、ね、昔言ってたエゲレスっていうのが正解らしいんですけど、まあその人たちの方がトミカはないから、まあ日本にやってきてトミカの存在をしてびっくりするわけですよ。でこんなにね巧妙な作り方してるのがあるのかって、これいいや、じゃあお土産に買っていこうつって、で今どん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 お土産にどん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 買ってますから、もう日本の日本製のトミカなんてもうほとんどもう時期でしょうね。もうなくなっちゃうと思いますよ。もうすでにほとんどの店がねもうなくなっておりますけど、もう買えるうちに買っておかないとですね。であと中国製の初期のやつもどんどん売れてきちゃってるから、どこかの店で売れ残っているのがあれば、あるいは中古のリサイクルショップで売ってるところがあれば買っといた方がいいですね。じゃないと損しますよ。これはもうね、後で買えばいいやねんと思ったらね、もう後悔してしまうから、もう新車のうちに買った方がいいかもしれないですね。で私はこれは、まあ、中古で私は買いましたけども、まあ、なかなかいい感じでね、こうやって内装も、まあ、さっきも開けてしまいましたけども、こういうシートもいい感じでね、これもまたなかなかいい思い出がありましたけどね、これもね、いい車でございましたよ。で、まあ、なかなかね、これがなんか特にアメリカでさ、人気があったんだよ。アメリカでフィアリジェットが初代が出ててさ、これはなんて車だ、ズイーカーだっつって、おかっけえもの持ってんなっつって。でこれもやはり 300ZX もねアメリカに持ってったらね人気があってね、
なんだこの車はと思ってね、ウェイクだよとかってウェイク持ってこられても困るからね、ウェイクを持ってこられても困るから、あのフィアルジージェットだって、これは日本の日産という車が作ったんだっつって、もう誇るべくスポーツカーでしたね。なかなか今こういう車がね、今少なくなっちゃってるのは悲しいですね。まあスポーツカーは全くないわけではないんだけど、今値段がすげえ高いからね。だからあのこういうスポーツカーもちょっとこうこの時代みたいに、まあ仕掛けてけね、まあちょっと500万近くはなりますけども、まあそのぐらいの金額で出してもらえるとねいいかな、あるいはもうちょっと安めに300万ぐらいの金額で出してもらえればいいかなっていう感じですけど、今多分スポーツカーなんか作ると値段がどうしても高くなるから300万400万じゃ買えないんだろうね。5600万ぐらいしちゃうんだろうね。大丈夫、今86だったほら昔安かったら今86、300万ぐらいしますからね。えみたいなそんな値段にしちゃうんで、あれもうちょっと安くなんないかなと思いますけどね。というわけでどうもありがとうございました。